どうもこんにちは、ジェイスです。この動画は家庭用ビートマニア、ビートマニア 2DX インフィニタスにて画面レーンサイズを任意の倍率で拡大する方法について解説しています。こんな感じです。はい。で、アーケードのライトニング協定とね、全く同じレーンサイズを再現することで、まあ、ご自宅でも違和感なくゲームプレイすることが可能になるんじゃないかなと思ってみたりしてます。内容は本当に簡単なんですね。アプリケーションを強制的にウィンドウモードでこんな感じで起動させるツールがあるんですけど、こちらと今使ってますデスクトップ表示領域を拡大させるツールっていう、こういう2つのフリーソフトを組み合わせて実現してるっていう感じですね。で、内容が気になった方は具体的な方法これより解説していきますので、引き続きご視聴いただければと思ってます。で、ただしですね、この方法はアプリケーションを無理やりフックして起動させるっていう手段ですから、コナミさんがこう許してくれるかどうかっていうのは定かじゃないです。場合によって ID 剥奪とかですね、アカウントロックとかね、まあ、悪影響出るかもしれません。このあたりは自己責任でね、環境を作られる方はよろしくお願いします。はい、それで具体的なソフトなんですけども、利用するツール2つありまして、 DXWND っていうソフト、こちらが、まあ、今見ていただいているようにフルスクリーンで動かないといけないゲームを無理やりこうウィンドウモードで、ね、起動できるような、まあ、ツールになります。もう1つは QZoom といいまして、こちらが表示領域をこう拡大させる、いろんな表示領域拡大ソフトあるんですけど、別窓で出てきたりとか、そういったものじゃなくて、あとはダイレクト X に対応しているものとかですね、こういったものが必須になるので、まあ、実画面で実映えでその画面しか表示されないよっていうアプリケーションじゃないとうまくいかないと思います。もちろんですね、この組み合わせじゃなくてもうまくいくやり方って多分たくさんあると思うんですけど、まあ、私一応このやり方とこのソフトのチョイスで実現しましたっていう形になります。で、あともう一点すみません、こちらは補足になります。インフィニタス、もともとインフィニタスを動かす環境について少し補足で説明をさせていただきたいと思います。NVIDIA コントロールパネルの中の 3D 設定の管理というところがございまして、でこちらでいろんな、例えばその遅延の設定ですとかですね、ができるんですけども、グラフィック関連の。で、最近の NVIDIA さんのドライバー、この項目も結構変わってまして、ちょっと前まではですね、レンダリング前フレームなんとかとかね、ここ0にするとか1にするとかね、結構よく文献があるんですけども、そんなのがなくなってまして、今ちょっと注目してなきゃいけない設定が何箇所かあると思う。それを先に説明します。で、ここですね、マックスフレームレート、これアプリケーションが上がってきた時のマックスで動く FPS の数を制限するっていう、まあ、これに固定するっていう意味ではないかもしれないですけど、まあ、MAX のフレームレートが設定できるっていう項目が新しく追加になってます。で、これを一応60にしておいた方がいいかなと思います。でも、おまじないみたいな感じですね。超えるようなことはないと思いますが。はい。で、もう一つ、ですね、この低遅延モード、これをいわゆるそのレンダリング前フレームなんたらに相当する設定ではないのかなと思われるんですけども、これ一応いろいろ設定はあるんですが、ウルトラに私はしています。で、まあ、遅延が少ないよという状況になるかと思います。あと垂直動脚、一応私の環境ではこう適用っていうのを選ぶと一番、まあ、ブレが少ないっていう状況になりましたので、一応参考までにお伝えしたいと思います。で、あと細かいところでいくと、デスクトップ解像度につきましては、どちらにせよウィンドウモードで起動してマウスを動かす領域を作りたいとかいろんな問題がありますので、 1920×1080、まあ、つまりフル HD の表示で大丈夫かなと思っています。ただし解像度ですね、こちらについては 60Hz にあらかじめ設定しているという状態です。最近モニターとかによってはね、144とかで、そんな高フレッシュレートで動く、リフレッシュレートで動くような設定がデフォルトになっちゃったりすることがあるので、まあ、これを60に一応決めておくということが重要なのかなと思います。で、今回この動画で使っておりますフリーソフト2つについては、この動画の概要欄の方にですね、ジャンプリンク貼っておりますので、そちらで入手していただければと思っています。まあ、フリーソフトなんで、このあたり自己責任ね、扱いの方はよろしくお願いいたします。はい、それでは具体的に環境の作り方は解説していきたいと思います。入手しました DXWND、適当なフォルダにまずは回答してください。で、本体ですね、アプリケーションの本体の DXWND、これを右クリックしまして、プロパティ、そしてその中の互換性、これですね、管理者としてこのプログラムを実行する、これにチェックを入れてください。これも必須です。で、入れて、で、起動します。そうするとですね、 DXWND のメイン画面が上がっています。これちなみにもう設定入れちゃったので最初真っ白なんですけど、
設定が入るとこんな形でアイコンが登録されていきます。で新規で設定をするときは、こちら Add を選んでいただきたいんですけど、エディットの後かな、ですね。で今回ちょっと設定をあらかじめ入れておりますので、そちらを見てみたいと思います。で設定するべき項目は、何箇所かあるんですけど、まずこのネームですね、こちらは、何でもいいです。任意の名前を入れてください。でパスとランチャーって書いてあるんですけど、これ実際にインフィニタスの実行ファイルの場所ですね、こちらを、ここ参照ボタンがありますので、こういうのを利用していただきながら入れてください。だいたいプログラムファイルズの下のコナミの下の EA クラウドでしたね、このフォルダの下に両方あります。こんな感じで、まあ、指定しているとで、その下のジェネリックのノーバナーにチェックを入れてください。であとは、こちらですね、 XYWH ってあるんですけど、まあ、ピンと来られた方はその通りだと思います。XY で表示するまず場所ですね、一番左上、ウィンドウの一番左上が開始位置、どこになるかっていうのを設定します。今回は00なんで、一番左上から表示してくださいということですね。で WH がお使いの環境によって、例えばモニターのサイズとかによってちょっと変わってくると思うんですけど、一応フル HD 1920×1080 だったかな、そちらの表示領域の中で、私の環境としてはこの1696と954、まあ、ちょっとちっちゃめ、16対9の比率を保ったままちっちゃめにウィンドウを作ってみました。で、ビデオタブ、これも機械的にここを選んでください。モダルですかね、こちらと、それからスクリーンリゾリューションのところのこのネイティブ、設定する箇所は以上になると思います。あと多分そのまま標準の設定で OK だと思います。で、OK と設定が終わりましたら、セーブファイルからセーブを選んでいただきまして、セーブします。でこれで一応登録完了です。もう一つですね、デスクトップ領域を拡大するツール設定していただきたいと思います。これももう起動してます。QZoom というアプリケーションですね。具体的な設定は、まあ、すごく簡単なアプリなんですけども、高速でズームする倍率を設定しましょうということなので、これはつまみが多分最初この辺になってるはずなんですけど、まあ、一応分かりやすく一番左の等倍というか1倍ですね。一番拡大率が少ない状態にします。で、ショートカットキーはどのキーを使って拡大とか縮小するかっていうのを登録するための設定になるんですけど、まあ、これ適当ですね。一応こちらの場合は Windows キーと Alt キーとあと記号を組み合わせてこういうのを作りました。こんな感じです。マウスとかでもできるんですけど、一応ショートカットキーでキーボードで入力した方がおそらく簡単だと思います。で設定が終わりましたら、この DXWMD から Infinitas を起動します。ダブルクリックでいいと思います。そうすると見えますかね、こんな感じで。通常はフル画面、フルスクリーンで上がってくるゲームなんですけど、先ほどと設定したウィンドウサイズでまずインフィニタスが起動してきます。はい、ちょっと時間かかったんで起動してきました。でこれが一応起動直後の画面ですね。こんな感じで全画面に対してウィンドウモードで起動してきているのが分かると思います。でここからマウスをですね、このウィンドウの外に動かします。そうするとこんな感じでマウスカーソルが出てくるんですけど、この状態で先ほど QZoom の方に設定した拡大のコマンドを実行してみたいと思います。こんな感じですね。一部分だけこんな感じで拡大しているのがお分かりかと思うんですけど、でこの状態でまたマウスカーソル消えるような状態、つまり制御をインフィニタスの方に戻してやって、この状態でまず左クリックを1回押します。そうするとキーボードもしくはその専用コントローラーの方に制御が戻るので、この状態でゲームをプレイできるよねっていうことですね。であとここからはこの判定ライン、赤ラインってですね、だいたいちょっと高すぎると思うので、マウスを上方向にこう移動してやるだけで、まあリフトが、かなり繊細なリフトが利用できるという感じですね。制御もバッチリだよっていう感じですね。下手くそですけど。はい。で、あと、細かい微調整はインフィニタスのゲームの中で判定調整ですね。このあたりでできますんで、まあ、あと、ここまで作り込んでやればですね、かなり違和感なく、まあ、ゲームセンターとあんまり変わらない感じでプレイができるんじゃないかなと思います。で、ここから、
このリザルト画面ですね、これ全くズーム中なので見えない状況になってますから、これを元に戻す必要があります。その時も、前と同じ手順ですね、逆手順で、まずマウスを画面外に持ってきます。そうするとマウスカーソルがこのように表示されますので、この状態で左クリックを1回します。その状態で元に戻すコマンドをやる。先ほどの Q ズームの、こちらですね、の設定だった、今回でいくと Windows キーと Alt キーと今はハイフンキーとして戻しました。こんな感じで、例えばオプション設定を変更したりですとか、リザルトを確認するときとかっていうのに今の手順で戻すという感じですね。で、一応参考までにライトニング筐体の、赤い今ありましたよね、判定ライン、あれの横幅がですね、だいたい21センチになってます。それに近づけるような、倍率の設定の仕方を、各環境でですね、模索していただければ、よりアーケードに近いレーンサイズを実現できるのではないかなと思いました。以上が拡大スキンの作り方の解説になります。くれぐれもコナミさんが推奨している方法ではないので、環境を作られる方はですね、自己責任の方でよろしくお願いいたします。はい、こんな状況ですけど、皆様いかがご自宅でねお過ごしでしょうか。いや本当に辛いですよね。皆さんで乗り越えていきましょうっていう感じなんですね。で、最近特に本当ね、こういうご時世もあってゲームセンターとかで、ね、なんか足折りづらくなりましたよね。で、なんとか自宅でこう音楽ゲームとかで、ね、ビートマニアについてその環境を作りたいなとかね、思われてる方いらっしゃるんじゃないか、増えてきてるんじゃないかなと思っていましたんで、この動画はちょっと上げてみたいと思いました。はい、はい、この動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしためになったよって方いらっしゃいましたらですね、高評価ボタン、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、良きインフィニタスライフを。